妖怪ウォッチプニプニやっていきましょう。前回はですね、 Y マネーが18万あって15万使った時点でなんかちょっと通信障害が起きてしまって残りが引けなくなってしまったんですけど、今回はこの残りのたったの2万7000しかないんですけど、まあ9回妖怪ガシャをね回していきたいなと思います。前回ね50回でも回したんだよね。50回回したのになんとジマニャンとコマさんの A ランクすら出てこないというとんでもない結果になってます。で、僕が欲しいのは今ジバニャンですね。ジバニャンの A ランク、コマさんの方はもうゲットできたんで、ジバニャンゲットを目指して回していきましょう。まあ無理だな、これ絶対たったの9回じゃ出てこないと思うけど、妖怪ガシャ、うん、まあ残念ながらこのコインを回す方だとジバニャンたちはね出てこないんで、もうひたすらこのお金を使って回すしかない。さあ回そう。これで出てこなかったらどうしよう。あ、一応ね A ランクでもこれ出てくるから。うわー、西洋館出てきた。ちょ、今さら出てきてもな、西洋館。よし、2回目。お、どうだこれさ、金の玉出てきても S ランク出てこねえんだもん。ほ、なんなんだよ。ね、昨日から通算でもう金の玉は8回ぐらい出ているんだけど、全部 A ランク。どういうことなんですか、これ。なんかあれかな、金の玉が出てきたらもう全部 A ランクしか出てこない感じに、なんか変わってんのかな。やばいよこれは。やばいよ、あと6回しか回せないよ。マジか。正直 S ランクの妖怪はいらないから、とにかくジバニャンの A ランクが欲しいんだよね。いや本当に来てほしい。もういい加減出てこいよ。おい、いらねえって、なんでこんなダブるんだよ。まあ一応ジバニャンも A ランクなんですけど、同じ A ランクでもやっぱジバニャンとかコマさんの方がちょっと出づらいんですかね。うん、なんか同じ A ランクの妖怪がさっきからすごいダブってんだけど、どうだ。うわー、トギニャンだ。 B ランクトギニャン、あと4回。ちょっと後がないなぁ。いや、このお金全部使ってジバニャン出てこなかったらどうしよう、本当に。あー、もうあと3回だ。うわー、これもう絶望的だ。どんだけジバニャンとコマさんが出てくる確率低いんだよ。なあ、西洋館好きだな。あと2回だ、あと2回。いやー、あと2回でジバニャンが出てきてくれたらもう万々歳なんだけど、もうハッピーエンドなんだけどな。お願い、もうハッピーエンドで終わらせて。あー、これ絶対 E ランク。あ、 B ランクか。おっしゃ、じゃあ最後の1回回して華々しく散ろう。正直ね、もう俺課金したくないんだよね。一応まあ僕が、大人の僕が課金したことによって、このお金を元にね、より面白いゲームを作るための開発資金とかの、まあ、原資になるんで、ちょっとあんま課金してることをね、あの課金課金みたいな感じで指を刺されてしまうとちょっと厳しいんですけど、ちょっとそこはねちょっと理解してもらいたいな。うん、なんかね、 YouTube 界の子供たちはね、このスマホゲームに課金すると結構ね言ってくるんですよね。お前課金だろみたいな。あー、もうダメだこれ。うわー、マジかよ、これきついな。
いや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 、マジかよこれ。はあ、とりあえず今10球回回したのか。ちょっとキリが悪いんで、あと1回この一つ星コイン回そっか。まあもうこの時点でもうジバニャンとコマさんが出てくる確率は一切なくなりましたけど。はい、ダメでした。はい、ということで今回はまあ残念回ですね。まあしょうがない、もうちょっと出る確率を上げてほしいな。本当にもうちょっと上げてほしいな。うん。あ、ちなみに今回ね、実況しているのは11月30日なんだけど、明日からログインすると2000Y かな、毎日 2000Y が3日間か、もらえるみたいなんで、それで 6000Y 貯まるのか3日間で。あ、じゃああと2回だけですけど回せるじゃないですか。まあお金がある程度貯まったら、このジバニャンが出てくるねイベント、いつまでやってんのか知らないですけど、回していきたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。